この動画は初詣の時に買ったお年賀をブーちゃんとボクちゃんにプレゼントしている様子です。部屋着として着れるちゃんちゃんこを買いました。軽くて暖かそうです。ボクちゃんはお洋服のサイズが難しく、お腹が入らなかったり袖が長かったりするので、このちゃんちゃんこの作りは最高です。ボクちゃんとブーちゃんに並んでもらって動画を撮るのはなかなか難しいですね。おやつでたくさんご機嫌取りをしました。せっかく浅草に行ったので鳥平に行きました。このお店はジビエもいただける焼き鳥屋さんです。レトロな店内で出されるお料理はどれも外れがありません。ぜひ一度お試しください。今日で三が日は終わり、明日からまた頑張りましょう。